今日はもう飲むので。あ、そうなんだ。飲むだ、ここ飲むか。ここで、いいから。こんな時間から平気なの？ごめん。そしたら飲みます。行っちゃいましょう。午後4時。スタッフを誘って宴会が始まった。おめでとうございます、隊員。おめでとうございます。お先にいただきます。いただきまーす。東出が好んでいくのは決まって庶民的な店。うわ、美味しそう。ここのお刺身厚切りですごい美味しいです。いただきます。いただきます。わあ、美味しそう。酒は結構いける口。ボトルってありましたっけ？ボトルなの？はいはい。爽やかですね。爽やかに、はい、はい、いただきます。すごいね。うち実家が飲食店、日本食屋だから、なるべく店員さんには親切にしないとと思って。はい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 。親が店員さんに横柄な態度取る男はろくなもんじゃない。いや、本当そうですよね。そうですよね。客だぞみたいなね。折り目正しく、それでいて気さく。そんな男になりたいと自身を戒めてきた。ただ役者になってふと思う。でも僕すごい笑い声高いんですよ。っていう笑い方って最初作ってた思い出があるんです。すごい気持ち悪い話なんですけど、僕テレビ見てても一人で見ててもそういう笑い方全然しないんですぐらいなんです。でも友達といてなんか知らず知らずのうちに作ってったんだろうなって、今でもふと飲み会の席ですごい笑ってる時に、あ、今笑うタイミング俺探してたなってふと思って、あれつまんないの俺、いやそんなわけはないよなって飲みの席で思うこともあるし、